はい、皆さんこんにちは。コンクエストチャンネルのサッシーです。今日はスパゲッティナポリタンとタラコロスパゲッティを作りたいと思います。はい、そしたらですね、まあスパゲッティの解説、しようと思ったんですけれども、タラコスパゲッティもナポリタンも皆さん、ご家庭で、結構作ってると思いますので、解説というよりかは、年末年始にかけて、私あのマウントジーンズ の、あのスキー場の方にちょっとね家族と行ってきまして、その時の話をねしていきたいと思います。スキー場はかなり久しぶりに行きました。20代の頃はあのスノボーをずっとやってまして、もうほぼ毎週もうスキー、冬のシーズンだったらほぼ毎週スノボーに行くぐらい、もうスノボー大好きで、久しぶりにもう14、15年ぶりぐらいですね。もうねそれぐらいで、もう本当久しぶりに雪山にね行ってきました。めっちゃアピールしてるから、この海はめっちゃうまいでね、昔やってたんでね、全然楽勝だろうとっていう感じで行って、実際ね、今回はスノボーじゃなくて、スノボーだとちょっと子供に教えるの大変なので、ちょっとスキーをレンタルで借りてスキーをやってきました。それで、スキー自体は学生時代の時にスキー教室っていうのがありまして、その時にやった以来ですね。でその時は全然、教えてもらってすぐに結構スイスイ滑れるようになってしまったので、今回もスキー楽勝だろうという感覚でスキーね始めたんですけど、いやさすがに昔とはやっぱりもう違いますね。体が動かない、本当動かなくてびっくりした。こんなに違うのかとね、頭の中ではね、滑れてるイメージがめちゃくちゃあるんですけど、体が全然ついてこない。いやーびっくりしました。そんな状態だったので、子供に教えるって言っても意外とね、緩い斜面だったら全然できるんですけど、ちょっと急斜面ってなると結構ね腰も引けちゃうんでしょうね。結構ビビっちゃってたのかな、実際は。意外とねできなくて、でそれで子供にも自分もできなくて、でさらに子供にも教えなくちゃいけないっていうっていうのがあって、いやー難しかったですね。それでね極めつけはできないくせに、下の緩い斜面だと、歩ってちょっと登っていって、で少し滑って、でまた歩って登っていってっていう感じになってしまうので、結構疲れるわけですよ。それだったら、一気にゴンドラに乗って頂上まで行ってしまおうと、ね、それだったら歩く手間がないのでって思って、できない2人がゴンドラに乗って頂上まで行ったんですよ。それでゴンドラ降りてみて、そこで焦りましたね。ゴンドラ降りたところが意外と急斜面で、最初自分が少し滑ってみたんですけど、滑れない、こける全然ダメで、親がこんな感じなので子供ができるわけもなく、でしかも子供はどんどんふてくされていき、子供の機嫌を取りながらね、なんとか頑張ろうとしたんですけど、ちょっとね斜面急だったんでね、難しかったんで、またゴンドラの方にね、乗ってきたゴンドラのところにまた戻っていって、でそこにいたお姉さんに、すいません、ちょっと子供できないので、またゴンドラ乗って下降りていいですかって聞いて、ゴンドラに乗って降りてきました。でそのお姉さんに聞いてみたんですけど、こういう人っているんですかって聞いたら、たまにいるらしくてね、やっぱこう無理して頂上来るのってやっぱり良くないですね、やっぱりね。それで思ったんですけれども、自分はねスキーよりやっぱりスノボーの方がいいですね。で家族とみんなで話したんですけど、
まあ、また次来るときは家族みんなでスノボーのスクールに入りましょうと、そういうことで結論に達しました。なのでまた、まあ、今年行くかどうかわからないですけど、ね、次に行くときは、まあ、ちょっと家族みんなでスノボーのスクールに入って、ね、それで基礎を学んでから、楽しくね滑りたいと思いましたっていうね話をしてる間にねスパゲティできましたね。これねちょっとねおしゃれにね盛り付ける努力はしてるんですけどね、うまくいかなかったですね、うん、まあでもこんな感じでね、あと最後にね粉チーズを振ってしまえばね美味しそうに見えますので、はい、じゃあ普通のナポリタン完成です。